どうもこんにちは、伊豆のディズニーパークチャンネルです。今回はチケット完売の混雑日にディズニーシーのアトラクション全制覇に挑戦いたします。今回はただ全制覇をするだけではなくて、どれだけ早く終えられるかタイムアタックもしていきます。実際ですね、混雑日でもディズニーシーのアトラクション全制覇は、ぶっちゃけ簡単なので、より効率的に回っていきたいと思います。というわけで今回の動画では、ディズニーシーを最速で攻略する方法、効率的に回るためのポイント、混雑日の様子が分かりますので、ぜひ最後までご覧ください。目標はですね、日没までに全制覇目指してみます。最近の日没は16時30分頃ですね、16時30分頃目指して挑戦していきます。それでは皆さん、僕がどれだけアトラクションに乗ることができるのか、どれほど早く全制覇を達成することができるのか、予想しながらご覧ください。それでは本編をどうぞ。はい、おはようございます。今日は12月1日金曜日、現在時刻が多分6時5分くらいです。今ディズニーシー来ました。今日はディズニーランドが18時30分閉園で、ディズニーシーがめちゃくちゃ混む日です。チケットも1週間以上前から完売してました。なのでね、結構気合い入れて今日は始発で来ました。さあ、どれくらい買い待ちしてるんでしょうか。ノースとサウスあるんだけど、まあ多分同じくらいかな。まあちょっと列に差があったとしても、実際の入園時間はもうそんなに変わらんと思うので、まあ僕はちょっとサウスの方に並びますね。はい、今この時間帯で前から結構いるね。7、8組はいるね。前から皆さん気合入ってますね。はい、サウスゲートに来ました。あ、若干こっちの方が空いてるね。こっちね、前からね、5組くらいしかいらっしゃいません。まあ場所はほんとどこでもいいんですが、左端が好きなので左端行きます。荷物検査終わりました。今8時32分です。1分ぐらいで通過しました。でこのあと開園が8時45分からで、今ねエントランスの入園ゲートの前に行くって感じです。はい、入園しました。ちょうど1分ぐらいで入園できました。よかったです。じゃあこのまままずはプライオリティパス取っていきます。そしてそのまま続けて DPA プレミアアクセスを買っていきます。最初レイジングスピリッツ取りたいです。まだ全部9時半とかですね。ただレイジングスピリッツをちょっと10時20分頃に乗りたくて、9時20分からの取りたいですね。でまだ今9時10分ですね。ちょっともうちょっと待ちます。9時20分になるまでちょい待ちます。もうちょいですね。先 DPA 買っちゃいます。最初買うのはソアリンですね。ソアリン一番最初にパスなくなりやすいのでソアリン買います。で時間が今回はね、14時から15時、これ取りますね。でこの後トイストーリーマニアとタワーオブテラーもパス買います。カードはディズニーアカウントに紐付けられてるクレジットカードか。あ、嘘だろ、カード使えませんって言われた。ちょっと待ってこれは痛恨のミス。プレミアアクセス、だっていろいろやってからまた取ります。はい、で今ソアリンの前に来ました。ソアリンね、まあ多分40分ぐらいかな、これだと。ただ、ソアリンはプレミアアクセスを買うので、朝ね並びはしません。朝最初に行くのはインディです。今日はねセンターオブジアスが休止中なので、いつもならセンター行ってるんですけど、インディ行きます。朝は結構奥側のアトラクションめちゃめちゃ空いてます。でこれで朝一インディーに行くと、全然もう5分待ちという名の0分待ちで乗ることができて、その後すぐね付近のアトラクションも全部めちゃめちゃ空いているので、それで10時頃までにめちゃくちゃ乗りまくります。はい、今9時52分です。インディー向かってます。そしてですね、今ねクレジットカードを別のクレジットカードに急遽変更して、ディズニープレミアアクセスソアリン買うことができました。でソアリン買い終わってから、レイジングスピリッツのプライオリティバス9時25分から10時25分になってたので取りました。よかったです。まだ9時20分が良かったんですけど、まあ5分過ぎで良かったですね。でこれで次のパスは1枚目の利用時間になったら取れるので、次パス取れるのは9時25分です。でただこの後ですね、10時頃までいろいろ乗っていくので、レイジングパス使って乗るのは締め切りギリギリの10時25分頃になると思います。でディズニープレミアアクセスは1枚目取ってから1時間後に取ることができるので、次はね今の1時間後9時50分ぐらいですかね、そのくらいに取れると思います。そしたらトイストーリーマニア取りますね。ディズニープレミアアクセスはまあ基本的に
なくなるのが早い順番に取っていくと買っていくといいと思います。プライオリティパスは今回まずレイジングスプリッツ取ります。そして2回目がタートルトークか回転2万マイル取りますね。2回目取るタイミングでタートルトークがまだ午前中だったら回転2万マイル取るんですけど、14時とか15時ぐらいになっていたら先タートルトーク取ります。そしてシーライダーは最後に取りますね。取れなくても最悪通常に並ぶって形です。そしてインディーの方に来ました。はい、朝一のインディーガラガラです。ソアリンもねさっきね60分だったんですけど、まあ、ディズニープレミアアクセス買っちゃえばすぐ乗れるのでインディー一択ですね。はい、インディー乗り終わりました。やっぱね朝一絶叫で始まるのめっちゃいいよね。で次ねアクアトピア行きます。いつもの僕の全制覇とかだとマーメイドラグ行ってるんですけど、今回はアクアトピア最初に行きます。今ね9時6分ですね。アクアトピア着く頃には9時10分で、まあ5分ぐらいかかって9時15分乗り終わりくらいかなと思います。結構ねアクアトピアは日中30分前後で朝と夜だけ空いてます。でねまあ夜行ってもいいんですけど、今回はタイムアタックということで夜はもう乗り終えてたいので朝しか空くタイミングがありません。でマーメイドラグーンも朝と夜空くんですけど、まあ、マーメイドラグーンに行っちゃうとそこのアトラクション全部乗っちゃった方がいいので、それ乗り終わる頃にはアクアトピア寝込んじゃいますよね。なのでアクアトピア先行ってその後マーメイドラグーンという順番にしました。結構ねここはシミュレーションいろいろして考えたんですけど、多分アクアトピア最初に行った方がちょっとだけ効率がいいという結論が個人的に出たのでそれで動いてみます。はい、ポートディスカバリーに来ました。まだ全然人いませんね。シーライダーも5分待ちで案内中です。まあ、シーライダーねパス取りたいんですけど最後に取るので取れなかったら昼間30分ぐらい並びます。今行ったら、うん、すぐ行けそうだけどパス取れることを祈っていこうかな。これねあアクアトピア運営見合わせと聞きました。アクアトピアが、今ねシステム調整でした。なので、うん、ちょっとねマーメイドラグーン行きたかったんですけど流れでシーライダーに入ってきてしまいました。まあ、乗っていきます。シジミニウムは電気が通ると収縮するという驚きの特殊マテリアルです。はい、シーライダー終わりました。今9時23分です。アクアトピア再開してるかな、どうだろう。やってたら行っちゃいたいですね。でやってなかったらマーメイドラグーン行きます。ちょっとね予定ではアクアトピアを9時20分頃に終える予定だったのでちょっと推しなんですが、あやってそうかな、やってそうやってそう。待ち時間なしです。アクアトピア乗ってますね皆さん。行きます。いやシーライダーね行ったらちょうど自分が最後その回最後ですぐ開始されて待ち時間ゼロで行けました。よかったです。はい、アクアトピア5分待ちと言ってもう誰もいませんね。じゃあ乗っていきますね。はい、アクアトピア乗り終わりました。いや冬の朝すごくね涼しくて気持ちくて、で太陽もねポカポカ暖かくてめちゃくちゃ良かったです。今9時29分です。次のプライオリティパス取れるようになってるので取りますね。はい、今プライオリティパス取りました。回転2万マイル10時35分から11時35分取りました。いや良かったです。結構希望通りですね。タートルトークのパスが12時30分ぐらいだったので回転2万マイル取りました。で今回転2万マイルを10時30分から10時30分取ったので次パス取れるのが10時30分、1時間後ですね。でこれでプライオリティパス対象アトラクションインディは朝一乗って、マジックラムシアターは今日休止中で、でシーライダー今すぐ乗ったのでパス対象アトラクションはおそらく全部問題なく行けそうです。よかったです。で今9時30分でマーメイドラグーン向かいます。一番最初の予定ではねシーライダーここ行かずにアクアトピア乗ってマーメイドラグーンの予定だったんですけど、シーライダー乗っちゃってその後アクアトピア乗れたので予定よりも10分遅れて行ってます。で9時30分なのでちょっとねマーメイドラグーン混んできてると思います。ものによっては、10分ぐらいね待っちゃうかもしれません。で次のチェックポイントとして9時50分にトランジットスチーマーラインのロストリバーデルタを乗りたいんですね。詳しくはねまた後で解説をするんですが、
トランジットシーマーライン9時50分ロストリバデルタ、これ乗りたい、これを抑えたいです。これはもうチェックポイントできたいので、9時50分まであと20分間乗れるやつ、アクアトピアじゃねえわ、マーメイドラグーンですね、近場にあるやつから乗っていきます。スカットル行きましょうか。フランダーの方がちょっと混みやすいんだけど、まあ、近くにあるから先スカットル行きますね。はい、スカットル来ました。やっぱねちょっと待っちゃってますね、9時30分なので。だから他のマーメイドラグーンのアトラクションもちょっと昼間に20分ぐらい待つことになるかな。まあシーライダーとかアクアトピアをすぐ乗った代償ですね。全部を一気に朝乗り尽くすってのはまあちょっと難しいですね。はい、今スカットル並んでます。でちょっと今時間が空いたのでモバイルオーダー時間予約したいと思います。で一応ねちょっと分かんないんですけど、11時ぐらいに食べられそうなのでカスバ11時入れますね、チキンカレー。はい、カスバ11時から予約入れました。はい、スカットル乗り終わりました。やっぱこれいいっすよねで5分待ちとのことでしたかね、7分ぐらい待ちました。今9時41分です。あと1個ね5分待ち詰めれそうですね。フランダーいけるかな、フランダーまだ5分だったら詰め込みたい。で50分にトランジット乗りたいです。いけるかな、10分待ちだと嫌だな。フランダーね昼になるとあのほんと30分ぐらい行きますね。春休みとか学生が多い日とかだとほんと40分とか50分とか行っちゃうぐらいあの混みやすいアトラクションなので、今のうち最初行っときます。でこれ終わったらトランジットですね。なのでアンダーザシーの方のアトラクション3つ4つありますが、これは昼間とか行く形になりそうですね。あ、フランダー待ち時間なさそうです、すぐ行けそうです、よかった。はい、1分くらいのちっちゃいジェットコースターです。こちらは子供でも乗れます。はい、フランダーのフライングフィッシュコースター終わりました。そして終わってからちょっとお手洗いに行って、今9時50分です。でお手洗いのついでにちょっとアンダーザシーの方のアトラクションも見てみました。もしなんかめちゃめちゃ空いてたら乗っちゃおうかなと思ったんですけど、普通にもうバルーンレースとか10分待ちくらいの列になってたので後で来ることにします。でここから次はトランジットスチーマーラインのロストリバーデルタ乗ります。これ今ね5分待ちです。でなんで今行くのかっていうと、このアトラクションが昼のハーバーグリーティングショーの影響でめちゃめちゃ止まるんですよ。でやってる時間が今のおそらくね10時までと、あと昼間12時から30分ぐらいと、あと夜の14時30分以降ぐらいからやるんですけど、夕方午後のトランジットスチーマーラインは待ち時間が長くなります。まあ、長くなりやすいですね。20分待ちとかになることもあるので今行っちゃいます。トランジットって3席あります。ロストリバーデルタ、メディテレニアハーバー、アメリカンウォーターフロント。今ロスト乗ってメディテレニアハーバーのねソアリンの前まで行って、そのままソアリンの前のそのメディテレニアハーバー乗り場からこちらのロストリバーデルタに戻ってきます。でアメリカンウォーターフロントのやつは昼間のタイミングで行っちゃいます。そしたら多分全部5分で行けるんじゃないかなところでできますね。これねトランジットシーマーラインね、なんでこんな必死かっていうと、タイミングミスると乗れなくなったりするんですよね。でそれで前線達成できないとかあの普通にありえるし、これまでも何回もそれでやらかしてるので、本当ねトランジットシーマーラインこれ最優先で予定組んでます。あとねベネツィアンゴンドラ、こちらもハーバーショーの影響でやってる時間が今のこの昼間と朝と12時頃とあと夜です。ただこの昼と夜はあのめちゃめちゃ待ち時間伸びるので、昼の開始されたてすぐを狙っていきます。はい、トランジットスチーマーライン乗りました。いや優雅で良かったです。で今ねソアリンが170分待ちです。これ見えますか、170分待ちです。今さっきトランジットシーマーライン乗る直前にですね、プライオリティパスじゃないわ、ディズニープレミアアクセス2枚目買えるようになったので買いました。トイストーリーマニアの13時頃のパスを買いました。あーでトランジットで帰ろうと思ったら、はい今ね受付終了しちゃいました。10時3分ですね、10時3分今トランジットメディテレニアハーバーからの案内終了です。どうしよう、ちょっと待って、歩いていくか、歩いていきましょう。これなんですよねトランジットシーマーラインが。
5分待ちって書いてありましたけど、多分あれ10分以上待つので、もう締め切られてたって感じですね。10時3分で締め切られちゃってました。めちゃめちゃ難しい。なのでこのトランジットのメディテレニアハーバーからのは昼間に並びます。さあそこのタイミングがまた難しいですね。そして今これね、ソアリン170分待ちです。それとさっきまでの様子と全然ここだけ急に混雑違いますよね。これね、皆さん朝ここ並んでるんで他のエリアが空いてたりするんですよね。でこの一番混んでるソアリンは僕はもうプレミアアクセス買っちゃってるので、昼間にねこの後待ち時間なくすって乗れます。トイストーリーマニアも今155分待ちで、今ねちょっと肉眼では見えてるんですけど、めちゃめちゃトイストーリーマニアに行ってる人が多いです。こんな感じでね、もうめちゃめちゃ長時間並ぶアトラクションはもうパス買っちゃって昼間にすぐ乗ると、で朝めちゃめちゃ空いてるタイミングで他のアトラクションをねガンガン乗っていくっていう、これでもう朝も昼も待ち時間ほとんどなくいろいろアトラクションを制覇していくことができます。でこれが海底2万マイルです。うわすごいな。並ぶ待ち30分待ちかな、35かな、35ですね。海底2万マイルね、これ並んでいると昼間40分50分いっちゃいます。でも海底2万マイルもこの後10時35分からのプライオリティパスを取っているので、待ち時間なくすぐ乗ることができます。でこの後あと30分後に次のプライオリティパス取れるようになるので、そしたらタートルトーク忘れないように取ります。タートルトークも今日この様子だとおそらく60分前後日中最大になる可能性めちゃめちゃ高いですね。でプライオリティパス使えばこれもねタートルトークも15分ぐらいでいけるので OK です。だからあとは今乗れなかったトランジットメディテレニアハーバーとか、あと乗れなかったマーメイドラグーンのいくつかのアトラクション、これらを普通にまあ20分30分待ってていくというところで、ちょっとずつ時間が削られていくって感じですね。はい、今10時過ぎのマーメイドラグーン行きの列です。列というか道ですね。全然さっき1時間前と全然景色違いますよね。あのディズニーシー時間が経つにつれてどんどん人が入ってくるのでどんどん混んできます。で最初は人気のソアリンとかトイマリにみんな行くんですけど、あの170分待ちとかを見てやめて奥側にどんどん流れてくるんですね。それがだいたい10時頃なんですよ。それで10時ぐらいにこの辺のアトラクションもガンガン混んできて、もう10時以降からは全てのエリアが待ち時間伸びてるっていう、そんな混雑の混み方の傾向があります。だからその混雑してくる前にどんどんと空いてるところを空いてるうちに行き尽くしちゃう、それが大事ですね。はい、じゃあ今ね10時ちょいでレイジングスピリッツのバスが10時25分まで、で使えるんですが、ジャスミンのフライングカーペットの待ち時間見つつ、まあ、ダメそうだったらレイジングスピリッツ行ってからジャスミン乗ります。はい、ジャスミンのフライングカーペット来ました。今10時10分です。アプリでは5分って書いてありましたが、現地だと今10分でなってますね。まあ10時10分なんで10分待ち許容ですね。行きましょう。いやさっきレイジングちょっと撮るの遅くて10時25分になっちゃいましたけど、いや10時25分でちょうど良かったですね。これで10分待ちで乗り終わって10時25分でギリギリ使うって感じです。はい、フライングカーペット終わりました。いや相乗りしたなんかご夫婦さんにねちょっとガシガシやってくださいって言われて、ガシガシ動かしてすごいねあの楽しめました。良かったです。でレイジングが今ね75分待ちです。えぐいっすね。でちょっとパス使っていきます。パス通して入りました。インディも今110分待ちとなってました。やっぱねチケット完売日だけありますよね。タワテラも100分いってました。この後あもうすぐですね、もうすぐ次のパス取れるなので、そしたらタートルトークを取ります。でその後10時55分頃にプレミアアクセスまた買えるのでタワテラ買います。んータートルトークねどうだろうね、一気に混んできてちょっと取れなくなるかもしれないですね。ちょっと不安になってきました。もうさっき12時だったんで遅くても18時ぐらいの取れるかな。でも18時だと、RTA にならないんでね心配ですね。はい、今10時34分で間もなくパス取れるようになります。ハドルトーク60分待ちです。はい、なりました、取ります。さあ何時に残ってるか、16時くらいだったら嬉しいな。あ、18時、うわーきついきついな、18時だ。
取るしかないな。いや早いの来ないかな、ちょっと早いの落ちてこないかな。うわー18時だ、シーライトだから全然余裕ですね。これ通常に並んだ方が早いかもしれんね。起きた、ちょっとだけ早い、いいでしょう。レイジング乗り終わりました。今10時40分でモバイルオーダーの時間になっているので、モバイルオーダー使ってご飯食べに行きます。カツバフードコート、さっきちょっと時間変更して10時45分から11時の撮りました。でもうねすでに受け取り可能な画面になっているので向かいます。さっきレイジングスピリッツ乗るときにタートルトークパス取りましたよね。ちょっとだけリロードして17時55分の通ったんですけど、目標タイムの16時半とかね17時ぐらいには全然届いてないです。ってことはこれ17時に全部全制覇終えるとして、パス使わずに普通に並んだ方が乗り全制覇達成が早くなる可能性が高いです。ってことはもうこれキャンセルして、お目当ての14時から15時頃のパス出てくるのをこうリロードして粘った方がいいですね。出てこなかったらもう普通に60分並んだ方が今このパス17時を使うよりも終わりは早くなると思います。でこれね範囲なんですけど、さっきね回転に上回る先取ったじゃないですか。あれをハートルトーク12時の取ってれば多分回転に上回るね16時より前とかだったと思うんですよね。とりあえず一旦キャンセルします。タートルトーク取り直しますね、リロードして。はい、そしてカスバフードコート来ました。今10時45分です。全然列になってないですね。モバイルオーダーもういけるのでこれ使って受け取り行きたいと思います。モバイルオーダーしましたが、普通のお店のレジももうほぼ待ちなしですね。今ねモバイルオーダーしたやつももう一組待ち、もすぐ次僕の番になって今すぐ呼び出されてます。みんなアトラクション並んでてね、レストランまだ食べてないって感じですね。10時45分です。じゃあ受け取ります。はい、カレー受け取ってきました。もうすぐもらえましたね。これチキンカレー甘口900円です。でもこれなんねすごいね食べるの遅くなって、タイムアタック中ではね食べにくい不利な食事なんですけど、すぐお会計できたのでまあよしです。いただきます。はい、カスバでご飯食べ終わりました。非常に甘かったですね。甘口めちゃくちゃ甘くて子供でも食べられる子供のカレーみたいな感じの味でした。今11時6分です。海底2万マイルのプライオリティパスが11時35分までなのであと30分ぐらい空いてます。で12時ちょうどにベネチアンゴンドラが再開して、再開された艇は、まあ、待ち時間非常に少なく乗りやすいのでそこを狙っていきます。だから12時ちょっと前ですね、11時55分にはベネチアンゴンドラに行くと。だから海底2万マイルを11時35分に乗って乗り終わってそのままベネチアンゴンドラ行って、11時55分にベネチアンゴンドラ着いてベネチアンゴンドラ乗るみたいな形を想定しています。なので今からあと30分間空いていって、ここシンドバッドストーリーブックボヤッジ乗ります。これね5分待ちですけど、所要時間がちょっと長くて、まあ、15分から20分ぐらいかかりますので、乗り終わったら11時半ですね。で移動で回転に回る11時35分ちょうどぐらいかなと思います。いやータートルトークがねさあどうなるのかというところですね。とりあえずシーナバット来ました。はい、海底2万マイル乗り終わりました。あ、海底2万マイルじゃないですねごめんなさい、シンドバッド乗り終わりました。11時29分です。このまま海底2万マイルプライオリティパス使って乗っていきます。そしたらその後ベネチアンゴンドラ行って、トランジットアメフロ乗って、手前側のアメリカンウォーターフロントのアトラクションいくつか乗っていくっていう流れになってます。そしてさっきですねタワーオブテラーのディズニープレミアアクセスを無事購入することができました。12時45分から13時45分の1時間です。ホイマニの時間とほとんど被ってる状態ですね。もうすぐ隣にあるので連続で使って乗っていくっていう形になります。あとアラビアンコーストがキャラバンカルーセルが残ってます。マーメイドラグーンの、下にある4つのアトラクションが残っていて、まあ、それらを全部乗るのに、まあ、混んでても1時間ぐらいかなと思います。でそのアトラクションたちはですね夜になればなるほどちょっと待ち時間短くなりやすいので、まあ、ここはねまた最後に戻ってきます。いやいろいろとですね事前の予定と狂っていたり、まあ、特にアクアトピアがね朝一必勝で乗れなかったっていうか、まあ、でかかったんですけど、まあ、そこからねちょっといろいろと
連れ込んで立て直し図ったんですけど、それはそれでまた別の芝寄せが来ていてっていう形で、結構ですね危うい感じに今なっておりますが、さあ何時に全制覇達成できるのかというところですね。はい、海底2万マイル来ました。今一般の待ち時間が45分待ちです。でかいね、結構ピークかな、今日のピークかなと思います。でプライオリティバスで行きますね。海底2万マイルプライオリティバスで行くと待ち時間5分ぐらいで済むので、めちゃめちゃ嬉しいです。2万マイルねプライオリティバス使って乗るの非常におすすめです。パス取れなかったら夜の18時19時以降ぐらいに、あの5分待ち、待ち時間ほぼなしで乗ることができるので、そのタイミングもおすすめです。はい、今11時36分です。海底2万マイルパス使ったので次取れるようになってます。海底2万マイルはねパスが今ね15時15分ですね。でもしさっき2枚目の時点でタートルトークを取っていたら、今11時36分頃に3枚目取れてたんですよ。そしたらね海底2万マイルこれも15時取れてたんですよ。これでしたね、さっき12時のタートルトーク取って3枚目海底2万マイル15時、絶対この流れでしたね。この流れだったらスムーズでした。いや悔しい、完全に自分のミスです。とりあえず今はタートルトークのキャンセルを待ちます。シナルクリーンはこちらはネオラ。はい、海底2万マイル終わりました。11時44分です。パス通してからもうほんと数分で乗れて、もうすぐって感じでしたね。わあすごい、外眩しいですね。さっきまで海底にいたので地上に久しぶりに来た気がします。ではこのままベネチアンゴンドラ向かいます。はい、今ハーバーでクリスマスグリーティングが始まりました。あれがやってる間はベネチアンゴンドラとかトランジットが止まります。で11時45分から15分間なので12時に終わると。で終わってすぐに案内が再開されるので、その再開されたてすぐ狙っていきます。日中とか夕方ね、ベネチアンゴンドラ特に夕方30分40分になるんですけど、この再開されたてを狙えば5分とかそのくらいで行けるので、ベネチアンゴンドラの攻略はもうここしかないですね。はい、ゴンドラ来ました。今11時50分です。まだ並ばせてすらもないですね。じゃあこれ案内再開、目の前で5分10分待ってたいと思います。ぬる待ち。はい、今ゴンドラ乗りました。あの時間に行ったらねもうすぐ再開されたての階が案内されまして、第一席目で乗ることができました。でその後ね待ってる間にもう待ち列ね10分待ちぐらい伸びてって、今乗り終わった頃には20分待ちで外まで伸びてたので、やっぱね本当再開されたてとか再開される直前に行ってよかったですよね。で次トランジットシーマラインのメディテレーニアンハーバー行きます。であれね片道でロフトリバデルタ行っちゃうんですけど、ちょっと今のうち行っときますね。でロフトリバデルタの方行ってから、間に合うかな、トランジットシーマラインの1周コース、その次間に合ったら行きたい、間に合わなかったらちょっとねまた夜になっちゃいますね。メレティリニハーバー今5分待ちとのことで、なんか見てる感じ本当に5分、遠くから見た感じ本当に5分っぽいのでいけるかなっていうところです。そしてなんとさっきねゴンドラ待ってる間にフェラルディバスのキャンセルをめちゃくちゃ粘ってました。そしたら取れました、タートルトーク。しかも時間がめちゃくちゃいい、なんと13時35分から10時35分っていう、もうトイマニタワテラのプレミアアクセスのすぐ近くの時間で、もう移動もバッチリだし時間もバッチリで、完全に神が味方をしました。めちゃくちゃ嬉しい、出ます。いやこれでねちょっと取り返しましたよ一気に。まあ最初にもし2枚目にタートルトーク取ってた場合に戻ったって感じですね。なんとか損失を回復できた感じです。よかったです。まあ、そんな感じでトランジット入りました。エクスプローラーズランディング。はい、トランジットスチーマーラインのメディテレーニアンハーバーからの乗り終わりました。今12時30分です。で完全に移動が無駄なんですが、次にトランジットシーマラインのアメリカンウォーターフロントに行きます。
多分ね12時ね45分とかそんくらいですよね。12時40分ぐらいにはね早かったらカットされちゃうかもしれないので、今このままちょっとすぐ向かいます。トランジットスチーマーラインはこの昼間の12時の台を乗り損ねてしまうと、このあと次が夕方の回なんですけど、夕方の回はなんかコースが変わったりとかして待ち時間が20分待ちとかになるんですよ。でそれだと結構ねきついので、今この5分待ちの間にアメリカンウォーターフロント行っちゃいたいですね。だから効率よりもですね、ここの制覇を優先して今歩いてる段階です。そしてここ今ポートディスカバリー行きました。めちゃくちゃ人いる。朝9時に来たぶりですよね。あの時ガラガラだったんですけど、これあれだな、チュロスだな、40周年のチュロスがここで売ってるんですけど、ベイサイドテイクアウトっていうお店で、それがめっちゃ並んでます。それとニューアンドフレンズシーライダーが40分待ちで、パスとかもいろいろいて、もうなんか大変になってますこの辺。はい、これね朝5分待ちで行けてよかったですよね。まあでもプライオリティバスが結構最後まで残ってたので、まあ朝無理に行く必要はなかったですよね。そこも反省点ですね今朝の。このままケープコットのとこにあるんで、そこ歩いて行きます。はい、トランジットスチーマーラインアメリカンウォーターフロントの乗り場に来ました。さあやってるんでしょうか。あ、やってそうかな、5って書いてあります。やってそう、やってそう、行けるかな。あ、やってるやってるやってる、よかったよかった。で入り口でね、間もなくお休みに入りますってアナウンスしてます。よかった、ギリギリ入れた。12時35分です。入れました。はい、今12時38分です。見えますかね、ロープで締め切られました。トランジット、これ最終便でした。あぶねえ、マジでめちゃくちゃ良かった。これ今行けてなかったら次夕方だったんで、マジでギリギリでした。めっちゃ良かった。船で巡る東京ディズニーシーの旅、どうぞお楽しみください。はい、トランジット乗り終わりました。一周コース終わりました。今12時55分です。これにてトランジットとゴンドラっていうハーバーのハーバーショーに、ね、影響される難しいアトラクションを4つ制覇することができました。よかった。あとはもう地上にあるアトラクションを乗り潰していくだけですね。今12時55分でこの後アメリカンウォーターフロントいろいろ行っていきます。タワーブテラ、トイストーリーマニア、タートルトーク、この3つはですね、ディズニープレミアアクセスとプライオリティパス全部持ってます。そしてあと14時にソワリンのプレミアアクセス持ってます。このタワテラ、トイマニ、ソワリン、タートルドッグ、今から行くわけですが、ここね全部プレミアアクセスとプライオリティパスを持っているので、この人気アトラクション4つをね全て待ち時間ほぼなしで体験できるっていう、しかも連続で体験できるっていう、もう最高の状態ですね。この辺位置関係とかも近いので、本当に同じぐらいの時間帯取っちゃうとめちゃめちゃ嬉しくなります。いや、良かったですね。ちなみに今入園から4時間経って、目標の日没16時半までちょうど半分くらいですね。そして今乗ったアトラクションが13個かな、ちょうどね半分なんですよ。このまま行けばいい感じのペースで行けて、日没までになんとか行けるんじゃないかなとかも思うんですが、まだ乗れてないアトラクション、マーメイドラグーンの小さいアトラクションが多分ね全部20分くらい待つので、そこが結構厳しくなってくるんじゃないかなっていう印象があります。そしてね、ビッグシティビークルに乗りたい。ビッグシティビークル、そこにあるアトラクションで、このニューヨーク市を一周する、車乗って一周するアトラクションなんですけど、いつも大抵5分待ちなんですけど、今アプリ見たら15分待ちになってて、僕がなんか動画で毎回乗るたびにめちゃくちゃいいのでおすすめって、ちょっとおすすめしすぎなのかなとか思ってるんですけど、ちょっと列なってますね。これね16時までなので、ちょっと気をつけたいですね。ちょっともうちょっと待とうかな、もうちょっと待とうかな。ビッグシティビークル、この15分待ちはちょっと待てないな。5分で乗りたいアトラクションです。まずはタワーウテラ行きますね。タワーウテラ行きます。はい、タワーウテラ来ました。今一般の待ち時間が100分待ちになってますね。すごいです。いや、タワーウテラはね、これプレミアアクセス使えば一気にプレーショーというかね、もう本当に待ち時間なしでプレーショーのもう乗り場まで行けるので、めちゃめちゃ強いです。まあプレーショーから乗り場まで、本当に乗り場まではちょっと
10分ぐらい待つので、実際の待ち時間はあってトータルは20分ぐらいはかかるんですけど、プレミアアクセスめちゃめちゃコスパいいので本当におすすめです。じゃあ行きます。はい、パス通して入りました。そしてここ左が一般ですね。ここがプレミアアクセスです。はい、外と中の待ち列を全部すっ飛ばしてここのプレショーの部屋に一直線で行けます。タワテラ乗りました。楽しかった。いやめちゃくちゃ盛り上がってたね。やっぱ悲鳴が多いタワテラめちゃくちゃ楽しいですよね。で今13時28分です。プレショーから10分くらい待ってトータル15分くらいかかりました。次トイストーリーマニア行ってもいいんですけど、ちょっとビッグシティビークルが空いてるかどうか見ます。ビッグシティビークルが5分待ちくらいで行けそうだったらビッグシティビークル行きます。並んでるかな。あーちょっと並んでるな。先トイマに行こうかな。先トイマに行きます。ビッグシティビークルがちょっと並んでたので先トイマに行きます。このあと45分からジャンボリミッキーが始まるんですね。でジャンボリミッキーやってる最中はビッグシティビークル好きやすいので、トイマに終わってジャンボリミッキー始まってる最中にビッグシティビークル5分で乗ろうかなと思います。あ俺5分じゃなかったらしんどいんですけど、まあビッグシティビークル16時まででもうアメリカンウォーターフロンティアには戻ってこない可能性が高い。まあエレクトリックレールウェイ乗りに来るんですけど16時までには戻ってこないので、次もう南風待ちでも乗るしかないです。では次はトイストーリーマニア行きます。こちらもプレミアアクセス買っているのでパス使って行きます。通常の待ちは何分ぐらいだろうね。ぎっしり詰まってますけど、ちょっとアプリ見てないので分かんないですが3桁は行ってそうかな。トイマニも一気に乗り場の前まで行けるのでパスね使うとめちゃめちゃコスパいいですね。今130ですね。うわえぐ、これプライオリティパスですね。ちょっとちょっとプライオリティパスが混んでます。なんだろう、ビッグバンドビートが終わったばっかなのかな。ちょっと詰まってますが、まあ他に行き場もないのでこのまま行きます。はい、一瞬ねプライオリティパスじゃないプレミアアクセスの列がグワーってなってておののきましたが、もう全然今ここまで30秒くらいですね。プライオリティパスじゃないプレミア何回も違えない、プレミアアクセスの人がねもう優先的に案内されまくるので全然スムーズに進んでいきます。でこうなるとね一般の列が全く動かないんですよね。プレミアアクセスとバケーションパッケージが優先されまくるので一般の列が今動きません。こうなってくると見かけ以上に待ち時間が伸びたりしてきます。トイストーリーマニア終わりました。13時48分です。いやなんとね今月のベストに乗りました。いや今日ね12月1日で今13時ちょいですよね。まだね今月始まったばっかりで今日のベスト今月のベストいただきました。多分夜とか明日にはもう抜かされてると思うんですけれども、初めてかな今月のベスト乗ったの、めっちゃ嬉しい。あそこ全部僕のやつになりました。32万点っていうなんかそんなに別に高くはないスコアなんですけど、今月のベスト嬉しいです。よかった。で今ジャンボリミッキーがやってるはずです。さあこの裏でビッグシティビークル空いててもらって5分で乗りたい。いけるかな、どうだろう。はい、ビッグシティビークル来ました。狙い通り待ってる人一組だけです。よかった、これすぐ次で乗れますね。まあねちょっとラッキーと思ったらジャンボリミッキーでまさかの休止でした。結構ジャンボリミッキー裏でビッグシティビークル毎回乗ってるんですけど、ジャンボリミッキーだからやらないって言われたのちょっと初めて見ましたね。人多すぎるから通れないのかな。というわけでタートルドーク行きます。タートルドークのパスが13時35分から14時35分であるので今もう使えるはずです。じゃあこれ使って乗っていきます。一般の待ち時間は45分、違う50分待ちですね。じゃあパス使っていきます。はい、今パス通して入りました。もうちょっとだけ入りそうなんでこっから5分待ちくらいですね多分。でも全然今50分待ちなんで外パスね頑張って拾ってよかったです。
最高のぜー。はい、タートルトーク終わりました。めちゃくちゃ面白かったな。なんか観客の方も初めてみたいな方がめちゃめちゃ多くて、すごい会場の雰囲気が和気あいあいとしていて、で暮らしも優しくてね、めちゃくちゃ面白かった。ちょっとあの女の子がね、めちゃくちゃ面白い女の子がいて、その子が最強でしたね。普通にその子のあれで笑っちゃった。暮らしよりもその子で笑っちゃいました。が良かった。今14時30分です。でビッグシティビークル行きますね。どうだろう、行けるかな、街少なく。あ、待ってる人はいなさそうだけど、やってんのかな、動いてはいそうかな。あ、待ってる人いなさそうで、動いてそうで、今一組並びました。よかった、行けそう行けそう、待ちなしで行けそう、よかった。並びます。ビッグシティビークルです。はい、ビッグシティビークル終わりました。やっぱいいアトラクションですね。これクリスマスになって乗ったら、この装飾がすごく綺麗でめちゃくちゃ良かった。今14時37分です。ソアリンのプレミアアクセスが14時から15時あるので、これ使っていきます。あ、ちょっと時間まだ15時まで行けて、あと20分ぐらい間あるので、どうしようかな。通り沿いにフォートレスエクスプロレーションレオナルドチャレンジ行っちゃおうかな。ちょっとそっち側から行ってみて、すぐ行けそうだったらレオナルドチャレンジ行っちゃいます。先いいですね。ここまでビークルも結局15分待ちのタイミングを 2,3 回見つつも、待ち時間ほとんどなしで乗ることができて、今のアメリカンウォーターフロントほぼ全てスムーズに乗ることができましたね。ただエレクトリックレールウェイが乗ろうかなってワンチャン思ったんですけど、待ち時間30分と、今日一の待ち時間になってたのでやめました。エレクトリックレールウェイね、ちょっとこの後も乗っていくんですけど、多分20分は待つだろうなっていう。アメフロとフォートディスカバリー両方とも20分待ちは行きそうですね。はい、フォートレスエクスプロレーションとレオナルドチャレンジ来ました。そしたら今レオナルドチャレンジ待ち時間が10分となっていたのでやめます。列もしっかり10分待ちみたいな列になってますね。めっちゃ待ってます。ほんと10分前にハーバーグリーティングションが終わったばっかで、多分そこの人たちが今ここに流れ込んで待ち時間が伸びているのかなと思いました。だからまあちょっと今からねソアリンに行くんですけど、ソアリンも見終わった人が一気にプレミアアクセス流れ込んでて、ちょっとプレミアアクセスでも5分くらい待っちゃうかもしれないですね。今14時40分なので、多分今レオナルドチャレンジ待ってたらソワリン間に合わないので、ソワリン行きます。でソワリン乗り終わりがおそらく15時半で、レオナルドチャレンジが16時までなので、ソワリン終わったらレオナルドチャレンジ行くって流れですね。もうこの後はね10分待ちでも並ぶしかないですね、終わっちゃうので。そんな感じでソワリンに向かいます。でちなみに今ソワリン通常の待ち時間が160分待ちです。はい、日中も160分行ってますね。はい、これ全部待ってますね。すごい、160分なんで普通に2時間半以上ですよね。普通に時給1000円だとしたら時給より安いですよ。これ2時間40分を2000円で行けるのは、はい、これ160分待ちのソワリンです。すごい人です。ではプレミアアクセスで行きます。プレミアアクセス通しましたが、もう外まで列になってますね。ちょっとこれはあれですね、まあプレミアアクセスでもすぐ行けるといえども、ちょっとやっぱね、さっきのトイムニトイショーとかパレードの後はプレミアアクセス一気に人流れ込むので、なるべくその前に使いたいですね。ちょっと今回はあんまり気にしてませんでしたけど、まあ5分から10分ぐらい待つんじゃないでしょうか。まあでも意外とスルスル行きますね。多分本当にプレショーの部屋をプレミアアクセスの人をガンガン先に優先して入れてるんだと思います。私たちの熱い思いが詰まっています。はい、ソアリン乗り終わりました。めちゃくちゃ癒されました。パスはね実際ね7分ぐらいでプレショーまでかかりました。でそっから乗り場までねちょっと待って、で今乗り終わりが15時12分です。入ってからねだいたい何分ぐらいだろう、25分ぐらいかかってるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今ね15時ちょいで日が西日になってきました。目標の日没までに全制覇いけるのか
ほら西日になってきちゃったよ。やばいやばいやばい、日暮れちゃうよ。残りアトラクションがあと9個です。次にフォートレスエクスプロレーションとレオナルドチャレンジ行きます。あちらが16時までなのでこのタイミングで行っちゃいたい。でこれ行くと残りアトラクションがマーメイドラグーンとエレクトリックレールウェイ、あとキャラバンカルセルですね。その小さめのアトラクションがいくつか残ってます。で日没まであとおよそ1時間30分ぐらいです。じゃああと7個9個、これでいけるんじゃないのって思うかもしれないですが、そのね小さめのアトラクションがね今日めちゃめちゃ混んでるんで、どれもね30分前後なんですよ。だから7個が30分待ちで、210分、単純に待っちゃうとなので普通にそこから3時間かかるんですね今から。で単純計算18時と、まあ、ただこれらの小さめのやつは乗り夜遅くなればなるほどちょっと空いてきやすいので、なるべく空きやすいやつは後の方に行く感じです。でレオナルドチャレンジは普通に10分待ってますね。これとりあえず並びました。はい、レオナルドチャレンジ紙もらいました。そして説明も受けてきました。じゃあこれやっていきます。タイムアタックにおいてはですね、このレオナルドチャレンジもね最速で攻略していきます。ちょっとそこゴールなんですけど、めっちゃ行列になっているので夜押しに行きますね。とりあえずこれは OK です。今15時35分です。フォートレス終えてキャラバンカルーセルに向かってます。そして残りアトラクションがあと7個、キャラバンカルーセルとマーメイドラグーンとエレクトリックレールウェイ2つですね。そしてねこれ西日かなり日傾いてきました。予報ではあと1時間ぐらいで日没です。さあ行けるのか、日暮れるまでに行けるのか。あとはもうね早く乗る方法ないのでどんどん乗っていくだけですね。まあ、本当だったらこのタイミングはショーとかご飯とか食べて夜になったら空いてるとこ行けばトータルの待ち時間的には少なくなるんですけど、今回はスピード重視なので並んでも行くしかないですね。はい、そしてキャラバンカルーセル来ました。今5分待ちですが、今次のが発車するから10分待ちですね。これ行きます。はい、来ました。これ基本5分ですよね。これ1回の回転率ほんとでかいのであまり待ちません。ただこれね今発車するタイミングなので、これ終わって乗り換えで次自分乗ってで合計10分ぐらい待って、まあ、乗り終わり12、3分後くらいだと思います。はい、キャラバンカルーセル終わりました。いや夕焼けすごく綺麗でよかったな。いつもこのアトラクションは朝に乗ってたからこの時間帯乗ったの初めてだけど、すごいね反射して空間が綺麗でした。ここもすごい綺麗だね今。おー綺麗綺麗、ここの影がいいね。さあ刻一刻とタイムリミットが迫っております。あとマーメイドラグーンですね、今ね20分待ち、25分待ち、30分待ちとなってました。エレクトリックレールウェイも両方とも20分と25分でした。でまあこれがねマーメイドラグーンの方が後になったら着きやすいので先にレールウェイ乗っちゃおうかな。ちょっと移動今はね目の前にあるんだけど、どうするのがいいんだろう。先レールウェイ乗っちゃおうかな。先レールウェイ乗って戻ってくるか、いやどうしようかな、めっちゃ迷うな。レールウェイは多分待ち時間変わんないですよね。いやこっち行っちゃおうか。もう距離優先で行っちゃいましょう。下手に歩いても今人混みすごいので往復10分ぐらいロスあるので、そしたらその差分くらいは普通に割れるんじゃないかなって思うので、行きますね。うわすごい混雑です。全然まっすぐ歩きません。朝シーライダー無理して行かずにこっち行っていくつか乗ってシーライダーはパスで使うっていうのが多分最適解でしたね。はい、こんな感じです。全然まっすぐ歩けません。とりあえず待ち時間短いやつからジャンピンジェリーフィッシュ、今20分待ちとのことなので行きます。あれだな、先にアリエルのプレイグラウンド行きます。ここ待ち時間なしの
ウォークスルーというか探検型というかアクティビティのアトラクションなのですぐ行きます。俺たちの楽しみがなくなるじゃないか。はい、アレルのプレイグラウンド一通り見てきました。めちゃくちゃ人いました。みんな遊んでるんでもうあれですね、大変でしたね。それでじゃあジャンビンジェリーフィッシュが今20待ちとのことなので先行きます、空いてるやつから。はい、ジャンピンジェリーフィッシュ20分待ち並びます。これ20分待つの初めてです。頑張ります。ジャンピンジェリーフィッシュ、はい、ジャンピンジェリーフィッシュ乗り終わりました。実際15分くらいで行くことができてよかったです。じゃあ次このまま目の前のワールプール行きますね。いや、ワールプールも表記よりも空いてくれてたら嬉しいですけど、何分待ちだろうな、30って言ってそうな雰囲気があります。25分前後とのことです。いやー、ちゃんとそんくらい待ちそうですね。はい、ワールプール終わりました。25分待ちのところ25分待ちとぴったりでした。そしてプロフェスティバルレース行きます。今25分待ちの案内ですね。めっちゃ並んでる。切ることなら並びたくなかった。25分待ち、しっかり25待ちそうですね。プロフェッショナルレース終わりました。25分待ちでちゃんと25分待ちましたね。いや、バルーンレースいつも朝待ち時間なしで乗ってるので25分初めて待ったんですけど、25分待って乗るバルーンレースはちょっと気持ちがいいですね。はい、でそんなところで目標の日没までにアトラクション全制覇。さあ今外出たら世界はどうなってるんでしょうか。暗い気がします。はい、日が没してます。目標の日没全制覇は達成できませんでした。というのも現在時刻が17時11分です。日没が16時半頃なのですでに40分オーバーしてますね。すっかり夜のパークになってます。でこれで残りアトラクションですね、残りアトラクションがあと2つです。これがエレクトリックレールウェイ、フォートディスカバリーからとアメリカンウォーターフロントからの2つです。それぞれね20分前後なので、まあ今から40分プラスで全制覇達成は18時頃かな、このままいったら。いや、ビリーブが始まる影響でもうちょっと空いてくれたらいいんですけど、いや18時だとまだ空かないだろうな。やっぱねマーメイドラグーンねちょっと きついですね。25分2つと15分1つであそこで今65分待っちゃったので結構時間吸い取られました。そしてエレクトリックレールウェイも20分前後待ちます。前回の2パーク全制覇の時と若干違うんですよね。混雑度合いはちょっと今日の方が混んでて、で一番違うのがハーバーグリーティングショーの時間とトランジットスチーマーラインの混雑度合いですね。前回の2パークのハロウィンの時はハーバーグリーティングショーがもうちょっと間隔が広くてトランジットいい感じに行けてたんですけど、今回は間隔がめちゃくちゃ狭くて朝と昼に詰め込まないといけないというところが結構朝の動きがずれましたね。でまあなのでマーメイドラグーンをねこう今いっぱい待たないといけなくなったのがきつかったなって印象があります。ここは結構勉強になりましたね。何気に初めてマーメイドラグーンこんなに残したのでめちゃくちゃ勉強になりました。最後はエレクトリックレールウェイで行って戻ってで終わりです。さあ何時に終えられるのか実際行ってみましょう。なるべく早く行ってみましょう。はい、エレクトリックレールウェイ来ました。乗っていきますね。はい、25分前後となってしまいました。やっぱね夜タイムアタックになると夜空いてるタイミングで行きたいので行けないので、朝空いてるタイミングにいかに詰められるかっていうところですね。でなるべく待ち時間が少ないものを残すと、普通の全制覇だったら夜ねマーメイドラグーンとかこれも最後夜に19時以降に行けばね全部すぐ乗れるので、タイムアタックってなると厳しいですね、難しいですね。なかなか奥が深いです、これ見かけ以上に。
はい、エレクトリックレールウェイポートディスカバリーから乗り終わりました。25分待ちでぴったり25分待ちましたね。そしてエレクトリックレールウェイのアメリカンウォーターフロント行きたいんですが、30待ちきついね乗るしかない、乗るしかないけど、そこの2階部分で人待ってるんですよ。30分待ち行くしかないんですよね。まあ行きますか。27アトラクション、最後のアトラクションです。行きます。さあ乗り終わるまで、乗り終わったら達成だけど、乗り終わるの35分後。いやこれ2階で待ってんのめちゃくちゃ久しぶりに見たな。マジか、きついな。はい、エレクトリックレールウェイアメリカンウォーターフロント終わりました。で30分待ちとのことでしたが、実際25分で乗ることができました。よかったです。そしてこれにてディズニーシーアトラクション全制覇達成です。よかった。で時間が今ね18時19分となっていて、今日8時46分に入園したので、今の時点で、9時間33分、まだ計算できてなかったら申し訳ないです。9時間33分かな。レオナルドチャレンジ、そういえばスタンプをしてなかったので、最後それスタンプをして帰ります。スタンプをしてからエントランス戻ってタイムアタックの記録としようかなと思います。はい、というわけで全制覇終了いたしました。そして今回かかった時間が9時間51分でした。いやー、目標プラス2時間という結果になってしまってね、非常に残念ですね。今日の待ち時間のランキングです。まず一番待ったのがドーリスで、エレクトリックレールウェイのアメリカンウォーターフロントとポートディスカバリー、プロフェスティバルンレース、ワールプール、この4つが25分待ちました。第2位がジャンピンジェリーフィッシュが15分待って、第3位ジャスミンのフライングカーペットに10分待ち表記で12分待ちました。それ以外は全て今日は10分以下で乗っています。27個中20個は10分以下で乗っております。はい、結構ね忙しそうにしてた割にはね、そんだけしか待ってないんだって感覚はあるんじゃないかなと思います。まあ、ただ僕の反省としては、朝アクアトピアがシス調の時にシーライダーに行かずにマーメイドラグに行くべきだったなと。でシーライダーはプライオリティバスを取って行ってれば、この25分待ってたものが1個か2個は減ってたので、もうちょっと50分早くね終えられてたんじゃないかなとか思ってます。それに加えてですね、さらに根本的な反省としては、アトラクション行く前にアプリで運営状況を見ようって思いました。今回インディ乗り終わった後にシーアクアとポートディスカバリー行かずにマーメイドラグーンに行けたので、ちょっとちゃんとアプリ見るようにします。そして今回のポイントのまとめです。今回はポイント2つあります。まず朝は奥の空いてるところを乗り潰す、そして昼は早く乗れるサービスを利用して待たずに乗るです。まず朝一ですね、インディーに行って、その後ポートディスカバリーマーメイドラグーンって行って、10時ぐらいからパスを活用して流れるように乗っていきましたね。15時のソワリンぐらいまでは非常にスムーズに流れるように乗っておりました。ディズニーシーの混雑の特徴として、開園してから10時に向けてどんどんと園内の人が増えていきます。また多くの方が朝ソワリンとトイストーリーマニアとか手前側に行きます。これによって10時頃に人気のアトラクションがピークになります。それ以降は早く人気アトラクションに乗ってすでに乗り終えた人と、10時にインパしてピークの待ち時間を見てちょっとね乗るのをやめたって人が園内の各所に散らばっていって、10時頃に全体的に園内が混雑していきます。なので混み始める前の空いてるタイミングで奥側のアトラクションを朝いろいろと乗り潰していく、で全てが混んできた状態になったらパス系を使って自ら空いてる状態を作り出していく。そうすることで夕方までほとんど待たずに多くのアトラクションを制覇することができます。今回はタイムアタックというところで夕方にアトラクション25分間待ったんですけど、さらに快適さを追求しようとするんだったら、夕方空いてるところがどこもなくなってアトラクションを待つしかないって時にですね、ショーとかお土産を買ったりご飯を食べに行ったりっていうところで、アトラクション以外の園内の過ごし方をするのがおすすめです。でこれらのね、今日僕が夕方に乗ってた待ち時間の長かったアトラクションは
このあと19時以降からまた待ち時間がね5分とか10分ぐらいにガッと下がってくるので、そのタイミングで乗りに行きます。そうすることで1日中ほとんどアトラクションを待ち時間少なく体験することができます。タイムアタックじゃなくてね、いろいろ楽しみたいという方はそちらの流れがおすすめです。まあ、とりあえずですね、今回の動画でディズニープレミアクセスとプライオリティパスと朝の立ち回り、この組み合わせによってこんなねめちゃくちゃ混んでる日でも9時間51分で全制覇達成することができるってことを、まあ、お伝えできれば嬉しいなと思っております。今回はディズニーシー全制覇に挑戦していきましたが、先週にディズニーランドで挑戦した動画も投稿しておりますので、こちらね気になる方はぜひご覧ください。動画概要欄にも貼っております。また今回お伝えしたポイントとかプライオリティパスとかモバイルオーダーに関してそれぞれ個別に詳しく解説した動画も僕のチャンネルではいくつか投稿しておりますので、もっと詳しく知りたい方はぜひ動画概要欄からご覧ください。このチャンネルではディズニー初心者とか久しぶりに行く方に向けてディズニーランドを効率的に過ごすための攻略法を発信しております。これからもどんどんと最新の攻略法を発信しておきますので、今回の動画が少しでもいいなと思った方とかもっと情報を知りたいなという方はぜひチャンネル登録と高評価でこの活動を応援していただけますと非常に嬉しいです。また今日の感想とか全体的なね感想とかアフタートークとしてですね別の動画で出していきますので、こちらもっとね今回の僕の裏側の裏事情がね気になる方はぜひ後日投稿するアフタートークの動画もご覧ください。それではこちらの動画最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。